今の動きはなかなかでした。だが所詮格が違いすぎる。話し合ったのに結局君が私の相手とは。どういうつもりなんですかね、君の友達は。退屈ですよ君は。おお、20万ボルトといったところですか。なかなかやりますね。さすが雷帝と呼ばれていただけのことはあります。しかし私は絶縁性の高いゴムの手袋をしているのでね、残念ながら。これは。どう？少しは退屈収まった。なるほど、少しワクワクしてきましたよ、天野銀次君。どうしました、もうおしまいですか銀次君。電撃で落としても次から次に出てくる。これじゃキリがない。一体どこに隠し持ってるんだあんな大量に。まあまあでしたよ君は。君のおかげでこの仕事もそこそこ楽しめました。しかしそろそろ次に行きたいですね。君のお友達はもう少しは楽しめそうだ。彼には同類の匂いがしますからね。私と同じ血を好む人間の匂いが。冗談じゃない、バンちゃんはあんたみたいなやつと一緒にするな。終わりにしましょう。ブラッディ・レイン、逃げられますか、降り注ぐ死の雨から。これくらい。おやおや、浴びてしまいましたね、赤い死の雨を。なんで不思議ですか。まるで逃げた方向を予測するかのように降ってきた。経験則というやつですかね。経験から来る勘です。わかるんですよ私には。今までの戦いから君の次の動きがね。今の。さようなら天野銀次君。ようやく来てくれましたか、御堂バン君。バンちゃん。あっちゃ、なんだよボロボロじゃねえか。待ってましたよ御堂君。あ、彼に飽きてしまいましてね。これから君のところへ行こうと思っていたところです。そらどうも。でも悪いな、俺はあんたとやる気はねえんだ。あんたの相手は銀次って決まってるんでね。ほう、では君は銀次君を助ける気はないと。銀次、助けてほしいか。全然。つうわけだ。わかりました。ではそこで銀次君がやられる様を見物していてください。やられるのはあんたの方かもよ。当然。ほう、これは驚いた。まだそんな力が残っていましたか。しかし何をするつもりか知りませんが、その体で。そうか、電気、電磁石で私の武器を切っ払った。
バレた。もう一度言おう。やられるのはあんたの方だ。あんたの負けだぜ、ドクタージャックル。銀次、やったよ、負けなかったでしょ、バンちゃん。まあ50点ってところかな。しかしよくわかったな、赤羽が体の中に武器を隠してるなんてよ。うん、あいつが武器を出す瞬間にピクってなったんだ。それでもしかしてって思って。へへ、おめえにしちゃ上出来だ。あ、でバンちゃんの方は、ひみこちゃんと話せたの？さあどうかな。面白い、気に入りましたよ、ゲットバッカーズ。